フォードモーターカンパニーとはアメリカ合衆国の自動車メーカーである。フォードは自動車の大量生産工程及び工業における大規模マネジメントを取り入れたことで20世紀の産業史、経営史に特筆される。特に1913年、組み立て工程にベルトコンベアを導入し流れ作業を実現したことは有名である。大量の自動車を早く生産できる。 高効率の工場設備、士気を高める、高給料のコイン、一台あたりの生産コストの革新的な低減を組み合わせた。フォード生産方式は、フォーディズムの名で、世界的に知られるようになった。フォードとエジソン。エジソンの隣は、ウォレン・ハーディング大統領、右端は、ファイアストン・フォード T 型。ヘンリー・フォードは二度自動車会社の企業に失敗したが、三度目の、 この会社は1903年6月16日の創業から現在まで続いている。当時40歳の彼は12人の投資家から現金2万8000ドルを集めて再起を期した。特に重要な投資家はダッジブラザーズ自動車の創立者、ジョン・フランシス・ダッジとホラティウス・エルジーン・ダッジのダッジ兄弟だった。フォード・モーターは A 型と名付けた車から 製造販売を行い1908年の S 型に至った。S 型に続き1908年から製造販売されたフォードモデル T は大量生産時代の自動車製造スタイル及びそれに付随する全米規模でのアフターサービス体制を形作った最初の車となり現代の自動車産業の原点としての意味で名車と言われている。 フォード開業当時のモデルはデトロイト市内のマックアベニューにある貸し工場で生産され部品を自動車へ組み上げる作業を1台あたり2.3人の行員が数日かけて行っていたがフォードではそれまでばらつきのあった部品をマイクロゲージを基準とした規格化によって均質化し部品互換性を確保することに成功していたフォードモデル T は初めての自社工場である ピケットロード工場を利用し、フル生産開始の1909年には1年間で1万8000台もの台数を生産した。廉価な T 型への需要が急増すると、フォードはさらに大型のハイランドパーク工場を建設し、1911年の稼働時には年7万台の生産を可能とした。フォード社は流れ作業システムや大量生産に必要な技術、 管理方式を開発し、1913年には、世界初のベルトコンベア式組み立てラインを導入した。部品の乾燥化、内製化、流れ作業による行員の間での分業化により、例えば車体1台の組み立て時間は12時間半から、わずか2時間40分に短縮され、年生産台数は25万台を超え、1920年までに100万台を突破した。 しかし、生産技術革新は、工員にとっては、同じ動作だけの単調な労働を長時間強いられる、極めて過酷なもので、人員の移動や退職も多く、未熟練工員の雇用や訓練コスト高に結びついた。ただでさえアメリカの労働力が不足する中、 フォードは労働力確保を迫られ、1914年には1日、あたりの給料を2倍の5ドルへと引き上げ、勤務シフトを1日9時間から1日8時間、週5日労働へと短縮する宣言を発し、結果応募者が退職者を上回り続けることになった。合衆国政府が最低賃金や週40時間労働の基準を決める以前に、これを達成したことになる。一方で、 ヘンリー・フォードは労働組合の結成には反対し続けた。労働力不足と賃金上昇で1台あたりのコストは上がったが、フォードは販売価格に転嫁せず、生産コストをやつぎばに削減することでコスト上昇分を吸収した。またフォードのブランドに忠実なフランチャイズ販売店システムを導入した。ヘンリー・フォードは従業員が 自社の車を買えるように賃金を引き上げたが、こうした工具は、当時のウォール街の金融機関などから批判を浴びている。しかしフォードは、成功を収め、1919年末には、アメリカの自動車生産の半分を担い、1920年には、全米の自動車の半分が、フォードモデル T となった。T 型以前のモデルでは、黒以外の多様なバラエティがあったが、D 型は、 天気の乾きが早く済むという理由で黒一色しかなかった。1915年にはヘンリー・フォードは第一次世界大戦の休戦を模索するために平和施設としてヨーロッパへ渡っている。これは彼への人気を高めたが一方でフォードモデル T は連合国の軍用車となって戦争を支えた。フォード社は フォードモデル T だけを製造し続け1927年まで20年近くを、1モデルの改良と生産工程の改良、販売サービス網の充実に費やす。当時金持ちのおもちゃと言われた自動車を大量生産によって大幅に値下げし、車は大衆的な輸送手段となった。この成功によって150社ほどもあった。 米国自動車会社の中からフォード社はアメリカ市場の5割を占める大会社となった。1919年にヘンリーの息子エドセル・フォードが社長を引き継いだが、社の実験は創業者ヘンリーが握り続けた。社の経営はヘンリーの個人経営同然であった。彼は安価に大量に T 型を供給し続けることしか念頭にない節もあり、 より上級の車を求める顧客の需要を無視し、生産性のさらなる向上で D 型の価格を下げ続けた。この隙をついて GM とクライスラーがシェアを伸ばし、アメリカ内外の競合企業が D 型より新鮮なデザインと優れた性能の自動車で顧客の需要を奪った。もともと多様な自動車会社が合併して生まれた GM は、 大衆車から超高級車までのあらゆる価格帯の自動車を販売しており、さらに、やつぎばのモデルチェンジで常に最新型を供給して、以前のモデルを時代遅れのものとし、T 型しか買えない層よりも裕福な層をつかんだ。また GM ほか、競合企業はオートローンによる信用販売により、所得の低い層でも分割払いで高い自動車を買える仕組みを築いた。 フォード A 型社長のエドセルは早くカラティ型のモデルチェンジを考えており、それは社内や販売店の移行も同様だった。しかし、ヘンリー・フォードはこれを一個だにせず、オートローンについても、顧客が借金を抱える販売手法は長い目で見て、消費者と国家経済を疲弊、荒廃させるとして強く抵抗した。これら個室は後に失勢とも言われた。 しかし T 型の性能、デザイン面での陳腐化は明らかだった。1927年12月にはついに1500万台を販売した T 型の生産を中止し、新規一点、モデル名を振り出しに戻し再び A 型と名乗る車を導入した。一方、1922年2月4日にはリンカーンを買収し、フォードは高級車市場へ参入している。 また1938年には、大衆車フォードと高級車、リンカーンの中間にあたるマーキュリーブランドを立ち上げ、ようやく中級車市場へも参入した。1920年代後半から1930年代にかけての代表工事には、フォード車の高い月給は労働者を多数集めたものの、工場の労働と規則は厳しいものだった。 また大強行における自動車需要の収縮で、フォードの他社との競争は激化した。なおこのゴロ航空機製造にも乗り出し、トライモーターなどの旅客機を世に送り出した。フォードモデル 68GM との競争は、早くから海外への進出も目を向けることにもつながった。イギリスフォードが1911年、ドイツフォードが1931年と古くから現地生産が行われ、 1967年にフォード・オブ・ヨーロッパが設立されそれ以降はモデルの一元化が推進され1970年代から1980年代を通して完全に一元化された。欧州フォード社はフォード社であっても欧州社そのものでありマッスルな北米部門に対し出実剛健な欧州部門という方向性となっていた。 またアジア進出も早くから行われ、1925年2月には、世界五大国の一つであり、自動車市場の成長が期待されていた、日本の横浜市に、日本法人の日本フォードを設立し、組み立て工場を置いた。アメリカで生産されていたモデルを、主に生産、販売し、当時の、主なターゲットは、タクシーなどの営業者市場であったが、 その後富裕層を中心とした自家用車市場にも食い込んでいった。その後 GM もこれに続き日本進出し、この1925年から1940年頃の時期にフォードと GM、オースチン、そして国産のダットさんやオーダが一般オーナーに広く普及したことにより自動車販売網やガソリンスタンド、オーナーズクラブなどの日本の自家用車の基礎が 作られている。1926年には、オーストラリアのジーロングに、フォード・オーストラリアを開設し、1970年代以降独自モデルの生産を続けている。1929年には、ソビエト連邦の共同事業として、ニジニノ・ベゴロドに、ナズを開設した。フォードのウィローラン工場で大量生産される、B、B-24。 爆撃機フランクリン・ルーズベルト大統領は、デトロイトを民主主義の兵器賞と呼んだ。フォードモーターもこれに深く貢献しており、第一次世界大戦を呼び、第二次世界大戦では重要な役割を果たした。ヘンリー・フォードは、戦争は時間の無駄と言ったと伝えられ、戦争から利益を上げることを嫌をした。しかしフォードは、多くの自動車を軍に収めたほか、 1930年代のナチス政権下のドイツにおけるフォード工場の国有化に協力しドイツから勲章を得た。一方でフォードは第二次世界大戦勃発後の生産増強に際し天才的な才能を発揮し軍用機、軍用車生産の効率を飛躍的に高めた。コンソリデーテッド B-24 爆撃機の 製造のために1941年4月にアナーバー近郊で着工したウィローラン工場は面積33万平方メートルで当時世界最大の流れ作業ラインを持つ工場であった。B-24 製造にあたって飛行機会社では一いた地域の製造が精一杯だったが、ウィローラン工場では24時間体制で1時間1機の B-24 を生産した。 ウィローラン工場建設のストレスで、社長エドセル・フォードは1943年春に胃がんで死去し、再び父、ヘンリー・フォード一世が経営者となった。ウィローラン工場は1943年8月、生産開始し、大量の爆撃機を送り出した。またフォードは、他社と共に M4 抽選車やジープの生産にも、当たっている。なお、 第二次世界大戦中は、多くの男性労働力が戦場へと借り出されたほか、新型車の開発、発売がストップしたのみならず、鉄やガソリンの調達さえ困難になり、アメリカ国内でガソリンの販売規制が行われたことから乗用車の販売が激減した。フォードカスタムゼファー6エドセルヘンリー・フォードは、最年長の孫である、ヘンリー・フォード2世を、 次期フォード社長に指名し、1947年に死去した。ヘンリー2世は1945年から1960年まで社長を務め、1960年から1980年まで会長、CEO を務めた。その最中、1956年にフォードは公開会社となったが、現在に至るまでフォード家が、 議決権株式の40%を支配し続けている。1946年にハーバードビジネススクールを経てアメリカ陸軍航空軍で統計学を用いて戦略爆撃を立案、分析したロバート・マクナマラがフォードに入社し経営計画及び財務分析を担当する重役となる。マクナマラはヘンリー2世の指示を得て創業者と 対戦特需を失い危機に陥ったフォードを立て直し、トップレベルの経営担当重役を歴任した上で1960年11月9日には、フォード屋以外では、初となる社長に就任した。しかし、就任から5週間も経たないうちに、アメリカ合衆国大統領のジョン・ F ・ケネディに壊れて、ホワイトハウス入りし、国防長官に就任した。アメリカ経済が、 戦火から立ち直りつつあった1949年に、フォードは戦後初の本格的な新型車カスタムを発表し、その斬新なデザインを持ってヒット作となった。その後も幅広いバリエーションを持つフェアレーンや名車と称えられるサンダーバードをヒットさせ、合わせて第二次世界大戦前から展開していたヨーロッパ市場においてもイギリスフォードのアングリアや、 ゼファーなどのヒットにより、その立ち位置を盤石なものとした。1958年には、フォードとマーキュリーの間のレインジを担当する、斬新なフロントグリルを特徴とする中級者ブランド、エドセルを、大々的なキャンペーンとともに発売した。しかし、亡き社長の名を取って、エドセルと名付けられた新ブランドは、折からの不況とマーケティングの失敗。 そしてデザインが受け入れられなかったために、その後追加モデルの投入を行ったにもかかわらず、自動車業界史上記録的な大失敗に終わり、1959年11月に生産中止となり、姿を消す。フォードマスタングフォードピントフォードトーラスフォードプローブへと、セルの大失敗で打撃を受けたフォードは、行き過ぎた大型化の反動から、中型車や、 小型車へのシフトが始まった業界の動向に合わせ、1960年に発表したコンパクトカーのフォード・ファルコンをヒットさせた。さらに1964年にはファルコンをベースに第二次世界大戦後に生まれたベビーブーマーをはじめとする幅広い層をターゲットにしたフォード・マスタングを発表し、こちらも大きな成功を収めた。1967年には フォードヨーロッパが設立された。1970年1月、マクナマラの部下の一人で、マスタング等の大成功した車種の開発や、リンカーン及びマーキュリーブランドの立て直しに当たった、リリー・アイア国家が、新たに社長に就任した。1970年代以降、フォードは、ビッグ3のライバルのほかオイルショックの影響を受けて、急速に伸びた。 日本の小型車との競争でシェアを失ったが、アイア国家は後に安全性をめぐり訴訟へ発展した。フォードピントなどを発売し、1978年には、史上最高の売り上げと22億ドルの利益を達成した。しかし、経営方針をめぐって、会長のヘンリー二世と衝突し続けたアイア国家は、同年7月13日に解雇された。 アイア国家は解雇後間もなくライバルのクライスラーの社長に就任し、同社の再建に取り組むこととなる。アイア国家の後は、フィルコールドウェルが1979年に会長になり、1985年にドンピーター戦が継いだ。なお1979年には、日本の自動車メーカーの松田と資本提携し、参加に置きつつ、共同で、 小型車の開発や生産を行った。1980年代も日本車との競争が続いたものの、1979年に発売された小型化されたマスタングや、1983年に発売されたテンポやサンダーバードがヒットした。さらにヨーロッパにおいてもフィエスタやシエラがヒットした。また、日本車やドイツ車を徹底的に研究し、 テンポやサンダーバードと同じく空力を意識したエクステリアをまとい、1985年に発売された中型車のトーラスが大ヒットし、久々にフォードブランドのモデルがアメリカのベストセラーのザオエルという快挙を成し遂げた。1990年代には株式市場の盛況とガソリミアスで、 ピックアップトラックや SUV など収益性の高い多くの車が売れ安定した経営を続けていた。経営状態の好調を受けて1989年に経営不振に陥っていたイギリスのジャガーや BMW によるローバーグループ解体で引き受けて先を探していたランドローバーやアストンマーティンを買収し参加に収めた。後にスウェーデンのボルボも買収する。 これらのヨーロッパの高級車ブランドはパグの名のもとにまとめられることとなる。なお1990年にはハロルド・ポーリングが1993年にはアレックストロットマンが1998年にはジャック・ナッソーが会長兼 CEO になった。ナッソーの攻撃的な経営は関係企業や社内の不況を買い2001年に解任された。 クラウン・ビクトリア2001年には、久しぶりに、フォード家のウィリアム・クレイ・フォード・ジュニアが、会長兼 CEO になっている。2006年には、フォード再建を期待されて、アラン・ムラーリーが、ボーイングより、フォード・イリシ社長となった。しかし、ナッソー時代の技術停滞と他業種参入、当時の業界再編に対抗するための買収路線の、 マイナスな影響は2000年代に入っても打開できず、さらに2001年9月のアメリカ同時多発テロ以降の原油価格高騰によるガソリンの値上げなどの影響でアメリカ国内市場における主力商品のフルサイズ SUV やピックアップトラックが燃費の悪さから敬遠される傾向にあり、同様の戦略を取っていた GM とともに経営不振に陥っている。2007年3月には パググループのアストン・マーティンがデビッド・リーチャーズ、クウェートの投資会社などで構成される投資家グループに8億4800万ドルで売却されたことが発表された。これによりアストン・マーティンはフォードグループから離脱。ただしフォードモーターは引き続き7700万ドルの資本は持ち続ける。そして2008年3月26日付で ハググループのジャガーとランドローバーがインドのタタモーターズへ23億ドルで売却されたことが発表されフォードグループより離脱した売却項目にはデームラーとローバーの商標も含まれているさらに2007年以降のアメリカ発の世界記入危機以後ますます深刻化する業績悪化を受け2008年11月にフォードモーターは 長年株式を保有し参加に置いていた、松田の株式33.4%のうち、約20%を、松田や広島銀行などに売却した。さらに2010年3月には、パググループに属していたボルボカーズを売却することで、中華人民共和国の石膏吉都市空港集団との間で、最終合意し、同年8月に売却を完了した。これにより、 パググループは消滅した。大苦境に陥ったフォードを再生させるべく、CEO のアラン・ムラーリーは、新経営戦略、ワンフォードを策定した。これまでは、各地域で独自に、商品開発、生産を行ってきたが、世界的に体制を一本化し、重要なセグメントに対して、モデルを絞り込み、クオリティ、グリーン、スマート、セーフティーの4項目を、 世界トップレベルに向上させて、世界中に流通可能な本格的、グローバルプロダクトを開発、販売するという戦略である。フォード F-150 同時多発テロ以降の原油価格高騰と世界金融危機を受けて、北米自動車業界では低燃費車を求める消費者の移行を受け、車のダウンサイジングが進んだ。フォードも例外なく2010年には、 北米での B セグメントのフィエスタの販売開始、欧州フォードとの車種統合、ビッグ3では唯一、V8 エンジンの DOHC 化、フルサイズ車の象徴とされたクラウンビクトリアの生産終了、エクスプローラーの FF ベース化、ダウンサイジングコンセプトの勝敗器量下級エンジン、エコブーストの採用など合理化を進めている。また、1990年代後半から、 ブランドの差別化に失敗し、販売不振に陥っていた、マーキュリーブランドを2010年10月3日に廃止した。しかしピックアップトラックの F-150 はアメリカ国内のベストセラーの座を守り続け、2011年には GM、クライスラーと同様業績が好転した。さらに2016年には、 進出から100年以上の歴史を持つものの、松田との提携も終わり、販売台数が低迷していた日本市場から撤退するなど選択と集中を進めている。2017年3月には、3D プリンターによる自動車の部品の製造テストを開始すると発表。将来的にはニッチだった車両の製造実現や大量生産できなかった。 グレードアップオプションの製造などを目指すとしている。3D プリンターで製造された部品はこれまでの金属製部品の半分の重量で燃費性能の向上にも貢献できるとしている。2018年4月には北米市場でトーラスなどのセダンを廃止して小型車の生産を縮小。2020年までにトラックや SUV。 商用車の比率を90%にする方針を表明している。アメリカの自動車工場では、少量生産のモデルでは、工場建設や設備導入の投資分をカバーできない状況になっているため、フォードは、米国国内で、生産台数が5万台に満たないモデルを中国からの輸入することで、ラインナップの維持を検討したが、 中国との貿易戦争が激化したことにより2018年度中に白紙化された。フォードのオーバル型のトレードマークは1907年に導入された。1928年に生産開始された D 型の後継者 A 型がオーバル型のバッジの中にフォードという書き文字を入れた最初の車種である。フォードという文字はフォード社最初の主任技師 C ハロルド・ウィリスの書いた。 ものとされる。彼は1903年に自分の名刺に書いたフォードという文字をもとにこの書き文字を導入した。グローバル企業であるフォード社は本拠地アメリカの他にも全世界に生産工場や研究開発施設を持っている。トルコにフォードオートサンでトルコ国内または欧州向け乗用、商用、大型トラックの生産を行っている。英国、ドイツ、 ベルギーでも工場を有しており、モンデオ、フォーカスなどが生産されている。かつては、コーティナ、シエラ、スコーピオも生産されていた。台湾の福徳6ギ社にいて、フォードブランドを。タイのオートアライアンスタイランドにいて、フォード、マツダ、シボレー、以下 GM の各ブランドを生産している。フォード社についてはレンジャーを生産しているが、同国の事情に合わせて、 元来レンジャーのモデルとはせずに、関係の深いマツダのピックアップ B2000 ベースとした、レンジャーを生産している。もちろん、マツダ B シリーズも並行生産している。オーストラリアのフォードオーストラリアもかつては、乗用車、貨物車を生産していたが、現在同国から生産が撤退している。その中で、代表者種には、ファルコン、カプリがある。ブラジル、アルゼンチン、コロンビア。 ベネズエラ、メキシコで工場を構えている。その中で、ベネズエラのバレンシア工場が2015年創業を休止した。2007年に1月ブラジルの自動車メーカートロラーを買収。フォードはフォード研究、改革センターを4箇所、米国ディアボーン、シリコンバレー、ドイツアーヘン、中国上海に開設している。また、開発センターは、 米国内だけでなく海外で、英国エセックス州、ドイツケルン、オーストラリアメルボルン、中国南京を呼び、重慶などに持っている。日本への輸出は、日露戦争が終結した1905年に開始された。その後第一次世界大戦の戦勝国かつ、世界五大国の一つとなり、当時のアジア最大の経済大国となり、さらに、関東大震災後に、 バスやタクシーの需要が急増した日本を重視したフォードは1925年に神奈川県横浜市緑町に日本フォードを設立したその後小安沖の埋め立て地横浜市森谷町にアジア発のフォードの製造工場を開設しフォードモデル T のノックダウン生産を開始した1927年には二代目 A 型フォードの生産を開始し またローン販売も開始した。フォードは、乗用車やトラックを年間1万台生産し、トヨタ自動車、日産自動車、イスズ自動車をはじめ、大阪に工場を置いた、日本ゼネラルモータースをしのぐ、国内最大の自動車メーカーとなった。また、小安工場製のフォード車は、日本の友好国である、満州国などにも輸出された。しかし、 日米間の関係が悪化しつつあった1936年に日本政府は自国の自動車産業の保護育成を目的とする自動車製造事業法を制定した。この法律により国内資本が50%以上の企業のみ自動車製造が許可されることになり100%アメリカ資本だったフォードは1940年に創業停止を余儀なくされる。 太平洋戦争中の1941年12月から1945年8月の期間、工場設備は日本政府に接収されたが、戦後の連合国軍の管理を経て1958年までにフォードに返還された。現在、この一帯は松田の R&D センターとなっている。また、現在の新横浜地区では、 東海道新幹線の計画が発表される以前、フォードが工場を作るらしいという触れ込みで土地の売買が盛んに行われていた。マツダとの資本提携以前、日本での販売をホンダ販売店にて行っていたこともあった。フォードテルスター1979年には、日本の中堅自動車メーカーであるマツダと資本提携し、 マツダの株式の24.5%を取得した。マツダには、アジアやオセアニア、また、アメリカ向け小型車の開発と生産を委託したほか、オートラマの名で全国にディーラーネットワークを展開し、レーザーやテルスター、フェスティバなど、マツダの工場で生産された、フォードの各モデルや、マスタングなどのアメリカからの輸入モデルを販売するなど、 日本でのフォードビジネスを共同で展開していた。しかし1990年代に入り、バブル崩壊や販売多チャンネル化の失敗などにより、松田の経営状態が悪化したため、1996年に、フォードは松田への出資比率を33.4%に引き上げて、自社の参加に置き、最高執行責任者のマークフィールズ、 最高財務責任者のボブ・シャンクス、欧州担当のスティーブン・オデール氏、エンジン開発担当のジョセフ・バカイなど役員を多数、松田に出向させた。その後、松田の経営再建は進んだものの、2000年代、後半に経営危機に陥ったフォードは、資金調達のために、松田への出資比率を2008年より、段階的に引き下げ。 2015年までに所有するすべての松田株式を売却した。これにより30年以上続いた松田との資本提携は解消された。第二次世界大戦後の日本でのフォードビジネスは、フォード自動車、そして松田との提携下で展開したオートラマを経て、その後、フォードジャパンリミテッドが、フォード社の輸入、販売を行っていたが、 2016年をもって日本市場から撤退すると発表した。この理由として、本家フォード社の不振と前年の松田株の完全売却に合わせて収益改善への合理的な道筋が見えないこと、日本市場の閉鎖性を挙げている。要因として、が挙げられる。日本市場の撤退に伴い、直営販売市会社のフォードジャパンディーラーリミテッドのみならず日本、 統括法人のフォードジャパンリミテッドは完全閉鎖となり、全国の販売会社は契約が解除されて正規ディーラー網は消滅し、これにより一世紀以上続いてきた日本におけるフォードによる事業の歴史に幕を下ろした。日本撤退後、フォードジャパンリミテッドは正規輸入者に対するアフターサービスを VT ホールディングスグループの PCI に委託し、 全国の部品供給、リコール対応及びアフターサービスの保証業務を行っている。新車販売については、フォード本社は、日本撤退以降日本市場については、ノータッチとなっており、日本法人の復活や日本の別会社との、そう輸入代理契約を交わすなどのアクションを行っていない。しかし、全国の輸入車ディーラー融資が、並行輸入で、 新車販売を行っており、日本でも新車のフォード車を購入することが可能になっている。VT ホールディングスグループの FLC も並行輸入販売を行っており、一部の旧フォードジャパン販売店を通じた全国販売が可能になっている。1907年からフォードの子会社であるヘンリー・フォードサン・カンパニーがフォードソントラクターの製造を開始した。 1920年にこの会社はフォードモーターに再統合されたが、1917年に発売開始されたフォードソン F 型は、フォードモデル T 同様に流れ作業により大量生産され、その価格と扱いやすさから爆発的な人気を博した。フォードソントラクターは、アメリカとイギリス、アイルランド、そしてアーマンドハマーが間に入る形で、 ソビエト連邦で生産され、1923年にはアメリカ国内のトラクター市場で77%のシェアを得るに至っている。フォードソントラクターのアメリカでの生産は1928年で終了しているが、その後もイギリス及びアイルランドでの製造が継続された。なお、1938年から1964年の間に、 フォードのトラクターはすべてフォードソン名義からフォード名義に変更されている。1986年にフォードは農機メーカーのスペリーニューホランドから一部部門を買収し、1988年からフォードニューホランド名義でのトラクターの生産を開始する。しかし、1991年フォードは2000年までに フォード名義の製品の生産を停止するという契約の元トラクター部門をフィアットに売却した。フィアット参加のニューホランドはこの契約通り1998年にはフォード名義のトラクターの生産を終了した。フォードモルタルアワーカンパニーインベスターリレーションズファイナンシャルリポーツ &SEC ファイリングスアニュアルリポーツ 2011-86P コンソリデーティッドバロンスシート、トータルエクイティ、フォード、松田株20%売却イコール520億円、調達、提携は維持。米フォードから、松田株1%取得イコール約26億円で、広島銀中国、吉都市、米英、フォードの高級車部門、ボルボ買収で、最終合イロイターでん、フォード、3D プリンターでの部品製造テストを、 開始2017年3月7日、ワンボックスニュースハット、フォード、セダン系は2種類のミニ、トラックや SUV に注力。CNN、2018年4月29日閲覧。フォード、貿易戦争で、中国からの SUV 輸入を断念それでも米で、作らない理由。ュースフィア、2018年12月2日閲覧。フォードオープンズ、 パロアルトエンジニアリングセンター、ハットフォードレディーズ、プロダクトデベロップメントセンターツードライブイノベーション、エクスパンズオーストラリアン。R&D インベストメントツー450ドル、m イン2 0 1 7ハットフォードツーエクスパンド、チャイナリサーチデベロップメントファシリティ、ザオールストリートジャウナル。2014ハットチャンアン、フォードインチャンチングインベスト800人民元。 M2Expand R&D Center,http:/www. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXNASGM01044R00C14A5FF20002014 年5月5日、閲覧。フォードが日本市場からの撤退を発表。 w e b c グ h t t p s w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  e b c g n e t スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3 3 9 8 5 2 0 2年12月3日閲覧ベフォード、日本とインドネシア事業から今年撤退へ、イコール内部文書。ロイター。https://jp.roiter.com、アーティクル。 フォードクローズジャパンインドネシアエジプキシエン V30RN2021 年12月3日、閲覧。ご挨拶フォード社オーナーの皆様へ、PCI 株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.ford-service.co.jp スラッシュインフォメーションスラッシュ302021年12月3日閲覧フォード。 10月以降の業務を PCI に委託。web 区グ https コロンスラッシュスラッシュ www.webcg.net スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ三四六三二二零2一年十二月三日へ閲覧ありがとうございます。